木曜日は兵庫大阪の気になるグルメをキャッチ。これを見たらあなたも美食家の仲間入り。木曜モングモング、東灘スイーツ巡り行こう。神戸市東灘区内の洋菓子店など48店舗で今週土曜日から始まる東灘スイーツ巡り。この期間だけしか味わえない限定メニューなどを楽しめます。こんにちは。いらっしゃいませ。いや、彩りという店だけあって綺麗ですね。インスタ映えとかすごい色とりどりに映えそうな。デートというよりもおじさんとめいっ子みたいな2人は阪神扇駅から歩いて10分ほどの場所にあるケーキギャラリー彩りへ。こちらの気になる東灘スイーツ巡りでしか味わえない限定スイーツとは。はい、お待たせしました。来ました。はい、こちらが東灘スイーツ巡り限定メニューになります。鮭チーズケーキです。地元東灘の酒蔵浜福鶴の葛蔵を使った鮭チーズケーキ。レアとベイクドの2種類を用意しています。お酒をふんだんに使ったケーキということで、まずはおじさんがいただきます。チーズの香りもいいですね。すごいお酒でうわーって広がりますね。やっぱり最初に来るのはお酒ですね。葛蔵の柔らかい香りですね。後味がこうふわっと広がっていて、まだねしっかりと味が残っています。美味しいですね。よく喋るおじさんは置いといて、岩本さんにはお酒を使っていないリンゴのタルト。こちらはスイーツ巡りの期間でなくとも食べられる冬の定番商品で、青森のリンゴ宝玉を使った彩り自慢の一品です。ちょっと温めてくれてるんですよね、これね。そうです。うん、甘すぎず上品な甘さですね。青森の紅玉ってね、結構あの酸っぱさが酸味があったりするんですよね。だからリンゴ自体は酸っぱい。なんか温めることによってよりリンゴの酸味とタルト部分のバターの香りが口の中に広がります。はい、どうですか。美味しそう。実物よりは美味しそう。めっちゃ美味しいんだ、春は。週末は東灘スイーツ巡りでエレガントな大人のひとときを。今度は僕も誘ってください。